稲荷町駅は、富山県富山市稲荷町にある、富山地方鉄道の駅である。駅番号は、T02。本線ホーム富士越上滝線ホーム地下道本線は、相対式2面2線のホーム。富士越上滝線は、単式1面1線のホームを持つ3面3線の地上駅。また、IC カード専用改札機が設置されている。稲荷町駅の東側。 温泉と富士越上滝線の線路の間に稲荷町テクニカルセンターが設置されている。定期検査や修繕、冷房化改造、中古車両の改造も行っている。富山軌道線の車両の定期検査もこの工場で行っており、その際には富士越線南富山駅稲荷町駅間は軌道線車両をディーゼル機関車で経営して改装する。 富山県統計年間及び、富山市統計所によると、2018年度の1日平均乗車人員は557人で、ある。近年の1日平均乗降人員は、以下の通りである。火事、京弁鉄道運輸開始、関東1914年12月14日、ABCD 富山地方鉄道、写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道、 1979年182ページ。ABC 富山地方鉄道。写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み。富山地方鉄道。1979年175ページ。東駅と山田地方駅間は、両車線の単線並列で東駅の西側に平面交差があった。ありがとうございます。